3週間ぶりのレースで、タイム的にはもうちょっと行きたかったんですけど、とりあえず24秒前半でしっかり走り切ることができてよかったなって思います。やっぱりもう一度基礎の見直しをしっかりして、それを取り組んで、で、調節して、で、今日走りました。ハードルジャンプとかそういう ちょっと走り込んだりした部分をシーズン中あまりできてなかったので、それをこの3週間の間でやって、それで今日って感じです。全日本インカレではしっかり優勝できるように、去年の悔しさを今年は晴らせるように頑張りたいと思います。